はい、皆さんこんにちは、U29 ラウンジの、川尻です。今日はですね、ちょっとスクールアドミッションの、方との、接し方についてちょっと説明をしたいと思います。はい、どういうことかと言いますと、東京に住んでいる方はよくご存知だと思うんですけれども、よく大学フェアとか MBA フェアっていうものをですね、よく行ってるんですね。東京とか大阪とか地方の方はちょっとなかなかそういう機会ないかもしれないんですけれども、いろんな国の大学のこう担当者ですね、入学の担当者が集まって、そこでこうブースでですね、こう回って、就職フェアみたいにいろんな大学を回って、大学の、情報収集をするというようなこうフェアが、大学フェアというのがですね、よく行われているんですね、毎年。で、その中で、ブースだったらいいんですけれども、たまに1対1での相談会とか、そういったことをこうやることがあるんですね。特にビジネススクール、MBA は多いんですが、MBA ではなくてマスターとか、バチュラーとかでもですね、応募希望すればできるはずです。でそういった相談会で気をつけることということをお話ししたいと思います。なんでそういった話をですねここでするのかというとですね、皆さん、スクールについていろいろ調査していると思うんですけれども、簡単な気持ちでちょっとこの大学どんなところかなと思って知りたいよというところで、フェアでブースに行ったり個別面談したりすると思うんですけれども、実はそれ非常に危険なんですね、長い目で見ると、どういったことかと言いますと、皆さん受験生の身としてはですね、大学について知りたいので聞くということは当たり前なんですけれども、やっぱり向こうもあなたをこう見てるわけなんですね。ただ単に情報を提供するわけじゃなくて、向こうも見ていると。で、優秀な学生が欲しいわけですから、この人は優秀な学生かそうじゃないかっていうこともやっぱ見るんです。で、特に個別の相談会になると、自分のこう個人情報も提供した上で、そういった面談を行いますので、向こうのこうレコードに残るというところ。なので、こう生半可な気持ちでですね、ちょっと情報を知りたいよという形でこう受け身の形でいくと、こうひどい目に遭うよというような、話がね、なのでそこで気をつけないといけないことがありますということで、説明をしていきたいと思います。まずですね、スクールアドミッションっていうのは一体どういう人なのかっていうところですね。スクール の大学フェアでそのブースにいる人だとか、あとは個別面談で、面談する人はどういった人なのかというところ、まずは、出願プロセスの、問い合わせの窓口になっている人ですよということですね。例えば、なんとか大学のアドミッションであれば、その大学に入学するため、出願するための、Q&A というか、分かんないことを問い合わせる窓口。そうですね、それはもちろん。ですので、プログラムの詳細までは知らない場合もありますね。あくまでも出願とかアプリケーションですね、受験に関するプロセスとか、スケジュールとか、そういったことは知ってますけども、実際どういった講義をやっているのかっていうことは、もちろんカタログに書いてあることは、熟知してるとは思うんですけれども、人によっては講義内容の細かいところは知らない場合も多々あります。で、彼らの使命は優秀な学生をスクールに入学させること、つまり営業というふうにこれ書いてありますけども、要は営業になるんですね。いろんな国をこう彼らはこうフェアとかでこう渡り歩いて、しょっちゅう海外出張行ってるんですね。で、その中でも日本に来た時は、日本で、もう自分のスクールのこうランキングとか、
知名度とかをもう高めるために本当に優秀な人が欲しいと。でそういう人たちを探すために世界中を回っているというのがこのスクールバドミッションに、なります。学費を、まあ、当たり前ですが学費を払えば誰でも入学してほしいと、まあ、言うわけでもないんですよね。まあ一生用ですね、ここは。まあ営業ですからね、いかに優秀な学生を、多く集めるかというところにフォーカスしているということですね。まあその使命がある上に基本的にはショートタイムビジョンですということですね。まあ、どういったことかというと、やっぱスクールアドミッションって、まあ、国とか学校によりますけど結構コロコロ変わったりします。1年とか3年とかでこう変わってくるんですよ。なので、まあ、要は自分がそのポジションにいる間にこう成績実績を残さなきゃいけないって優秀な生徒をこう学校に入れたというような実績を残さなければいけないのでショータイムビジョン、まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えば今ですね2018年の、2月ですけれども、まあ、例えば今であればもう来年の入学希望者に的を絞って、まあ、営業をかけてるうちのスクール来てくださいと素晴らしいですよってあなたも素晴らしいですねと、まあ、そういったことをやってるという形ですね。来年、まあ、それがですね、まあ、2020年とか3年後に入学したいですとか5年後に入学したいですというようなことになるとちょっと彼らの関心はちょっと薄くなるというような傾向になりますね。まあその時彼らは分かんないですからね、その仕事そのポジションにいるかどうか分かんないですから、結局その人が入学してきたところで自分の実績にならないということもあるわけなので、なので、まあ、もちろん誠実に対応はすると思いますし本当に優秀な学生であれば来てほしいと思ってるはずですね。とは言ってもやっぱりこの日本に来て出張の目的は来年入学する人を的に絞ってますから、そういった人たちとよりこう深い話をしたいと思っているということですね。なのでショータイムビジョン、なのでむやみにまだまだいつ留学するか分かんないんですけどもちょっと話を聞きに来ましたっていうのはあんまり良くないですので、この人本当にやる気あるのかと、私の時間を大切な時間を奪ってんじゃないのかとか思われるかもしれないですね。まあもちろんスクールとかその人の人事性格によるのでここでむやみなことは言えないですが、まあそういった傾向にあるということですね。やっぱりシステム上そうなりますからね。はい、じゃあ優秀な、学生と、まあ、彼らがどういった学生を求めているのかというところの話を、していきたいと思います、ね、いう隣にラウンジ調べとある通り私が、調べた、内容なので、まあ、別にどこかに書いてあるとかではなくて私がスクールアドミッションに直接聞いたりだとか、いうことですね。そういったとか、調べたところというところですね。まあ、一つはですね有名な大学を出ていることということ、有名な会社に勤めている、まあ、こちら MBA とかマスターの人の場合ですよね。まあ、残念ながらというか日本は学歴社会だとかいうような批判というかそういった話もありますけれども、海外も同じなんですね。結局は大学かよと、結局は会社かよというふうに思われがちなんですけれども、やっぱりそういったところはありますね。もちろんこういったところ全然考慮しないですよというアドミッションもいます。実際そういう人もいましたけれども、オーバーオールで見るとやっぱり有名な大学有名な会社に勤めてる人とかっていうのはやっぱり有利にはやっぱり有利ですね。もうこれ自体がやっぱり大学に入って卒業しているということもそうですし、その大学その有名な会社競争率の高い会社にの入社試験をパスして突破してそこに勤めているっていうこと自体が
ある意味実力の証明にもやっぱなってますからね。学歴社会じゃないよとはいえ、やっぱり競争率の高い大学とか、会社に勤めてるっていうことは、まあ、やっぱりそれなりの実力を証明してるというふうな見方をされがちですね。ということはやっぱこれ優秀ですというふうに見られるんですね。それから国際経験が豊富というところで、やっぱり大学、会社でどういった経験しているかというところにも関わってくるんですけれども、やっぱり今の時代ドメスティックで一つの日本だけで頑張ってましたというよりは、本当にもうすでにある程度その世界を知っていますというような国際的な感覚とか、そういったものをやっぱり持っている人というのは優秀だというふうに見られますね。例えばこれ旅行でもいいんですよ。ビジネスの経験が難しければ、旅行でこういったところに行ってこういった印象を受けましたと、アメリカ行きました、1週間行ってきてこんな風に思いましたとか、ヨーロッパ行ってきました、アジア回りましたとか、バックパッカー的なことでもいいんですね。やっぱ世界を知っているというところが非常に重要になってきます、実際に、はい、で英語によるコミュニケーションの能力が高いというところで、これもそうですね、国際経験にもつながっているところはありますけれども、やっぱ英語は非常に大切ですね。特に、日本人は英語がやっぱり能力が低いというふうにやっぱ見られますので、どうしても英語できる人が少ないというふうに見られるので、その中で、英語によるコミュニケーション能力がポイントですね。ただ単に単語を知っているとか文法を知っているというのはもう全くダメですね。コミュニケーション、その英語を使ってコミュニケーションできるかどうか、逆に文法間違ってても、コミュニケーション力、相手の気持ちをいかにうまく汲み取った上で発言するかとか、要はそういったコミュニケーション力ですねができるかどうかっていうところも見られます。普通の面談をしている時でも、英語力見られるしというところですね、はい。でこういったことを、CV ですね、 CV、実務経歴書や相談会でそれを証明するというところになります。CV、これは出願するときに提出する書類なので、この辺はもう名前書くわけですが、経験とか、コミュニケーション能力、アウトプット力とかっていうのをうまく、経歴書に書く必要がありますね。これも重要ですと。で、そういったもの、相談会とかも見られますから、皆さんはただ単に大学から情報を入手したいという軽い気持ちで行くかもしれないですけども、向こうもあなたのこと見てますからね。この辺もそうですし、コミュニケーション能力とか、どういった考え方をしているのかとか、将来の目的はしっかりできているのかとか、そういったところが見られますので、それを証明していかなきゃいけないというところになります、はい。なので説明会、相談会の参加する上で最低限答えられるようにしておいてほしいなというのがあるわけですね、はい。なぜ今留学したいのかということ、これは3年後でも5年後でもいいんですが、なんで留学したいのか、そしてなんでそれが今なのか、もしくは3年後なのか5年後なのかというところをしっかりと話せることが大切です。でなんでこの国なんですかと、例えばアメリカの、大学のアドミッションの人と話をする場合、なんでアメリカじゃないといけないんですかと、なんで日本じゃダメなのか、なんでアジアじゃないのか、なんでイギリスじゃないのか、フランスじゃないのか、なんでアメリカなのかというところですね。これをしっかりと、答えられるようにしないといけませんね。でなんでうちのスクールなんですかと、
例えばカリフォルニアの、まあ、UCLA とかであった場合は、なんで UCLA じゃないといけないんですか、なんでシカゴ大学じゃダメなんですか、なんでニューヨーク大学じゃなくて、UCLA なんですかということを答えられるようにしておかなきゃいけない。まあ、ここら辺具体的にどうするかっていうことは、まあ、U29 ラウンジの、10月ミートアップとか、そういったところでこう話をしていくんですけれども、そういったところですね。で、卒業後、どこで何をしたいんですかと。じゃあ、あなたは分かりましたと。うちの学校行きたいんですねと。じゃあ、それ卒業したら、その後どうしたいんですかということを。やっぱりこれ辺聞いてきます。何をしたいんですかと、卒業後。これアドミッションが一番聞きたいことなんです。これ。なんでか分かりますかね。卒業後に、なんで、どこで何をしたいのかということをすごい知りたがるんですよ。ね。なんでかっていうと、あれですね、学生が卒業した後にやっていることがイコールその大学のこうランキングに影響してくるからですね。世界大学ランキングとかあるじゃないですか。有名なのは QS とか、ホームズとか、ね、MBA であればファイナンシャルタイムズとかエコノミストとか、まあ、こういったエコノミストとかですね、ザ・エコノミストですね、まあ、こういったところの大学ランキングっていうのがありますけれども、こういったもの、まあ、各、機関によって基準は違いますけれども、主に卒業生がどんな仕事をしててどれだけ給料をもらってるかっていうところがビジネススクールの場合ですね、ランキングに影響してくるんですね。ランキングなので、彼らは本当に卒業後に活躍して給料をいっぱい高給取りになってくれるような生徒をやっぱ入れたいわけなんですね。そう、それが自分たちのランキングにもつながってくるというところがありますから、なのでここら辺をはっきりしないといけないですというところ。もう正直嘘でもいいので、ある程度ビジョンをしっかりと答えられるようにしておく必要がありますね。嘘でもいいのでっていうのはないですよね。ないですけど、ある程度ビジョン、それは言ってから考えますよっていう、まあ、そういう人、まあ、実際そうかもしれないですけど、そうは答えてはいけないですよという形ですね。はい、というところ、これは、最低限答えられるようにしておいてくださいと。でここの答え方っていうのを、まあ、U29 ラウチで、まあ、やりますよというような形になりますね。はい、いいですかね、ここまで。でもただ単にあれですね、情報収集、今情報収集の段階ですからとかあまり言わない方がいいですね。あくまでもやる気があって、今すぐでも留学したいというような気持ちでちょっと会わないとダメですね。向こうも見てますからね、皆さんのことというところですか。はい、こちらが最後のスライドですかね。最低限答えられるように、はい、これはアドミッションと個別面談の時、まあ、ブースとかを回るフェアの時はまあいいです。別に身元は明かさなくても気軽に話してきますので、どうしてもやっぱり個別面談の時は必要になりますね。IELTS、TOEFL、GMAT、まあ、GMAT はもうこれ MBA ですけど、主にこの IELTS、TOEFL とかをすでに受験していると、ある程度スコア持っているというとベターですね。まあこれ悪くてもいいですけど、点数が別にまだ取れてなくてもいいです。ただこういったものを実際に受験しているっていうのが大切ですね。本当にやる気だなというふうにももちろん見られますから、まだ何も考え出したばっかりで、IELTS も TOEFL も受けてませんということだと、向こうもこうモチベーション下がりますからね。はい、この人は本当にこの人やる気あるのかなと、本当に留学する気あるのかなと見られますから、まあ、実際これ受けておいた方がまあベーターですということですね。まあ、受けてなくてもいついつに受ける予定ですというふうに言っといた方がいいかもしれないですね。はい、
卒業生との連絡を取っていると出た、ですね、まあ、要は自分が行きたい大学の卒業生に、まあ、Twitter なり LinkedIn なり Facebook なりでこう連絡取っていろいろこう調査してますというようなことを見せるといいですね。まあ冷やかしで来てるんじゃないかというのがまあ分かるということですね。情報収集の場ではあるんですけども、もちろんそういった個別相談会は、まあ、それと同時にやっぱり自分がある程度こう自分の足でこう回って調査してますよっていうこともやっぱ見せておいた方がいいですねということですよ。でキャンパスビジットをすると出た、まあ、キャンパスビジットっていうのは要は実際その学校に訪問して、まあ、キャンパスを見るというようなことをして現地に行ってると出た。まあこれはなかなかこう、まあ、時間も費用もかかるので簡単ではないと思いますけれども、本当にやる気のある人だったら人生をかけて留学したいと思っている人であれば、まあ、やってますからねというところですね。で本気度は本当に高いと。でうちとこの競合になるのはどこだろうっていうところまで考えると思いますね。まあうちと競合になるというのは、まあ、うちの他にどこのスクール受けてるのかなとか、どういったところ考えてるのかなっていうところまでこう考えて、あなたにうちの大学来てほしいですよっていうこともこううまい形でこうコミュニケーション取れるという形ですね。まあ、要は留学、まあ、これをあれですけどね、要は中大ラウンジでやる、まあ、留学の準備のステップもあるんですが、もうある程度準備してから個別相談行った方がいいですよということですね。要は簡単に言うと英語の試験はとりあえず受けていた方がいいですと。で、まあ、卒業生と連絡取って、スクール調査を開始してますよということが分かった方がいいですと。でもうすでにもう実際キャンパスまで行って、本当にこう具体的な内容をこう調査しているというのが分かった方がいいですよと、まあ、こういった順番で、まあ、ある程度やっていくんですけれども、準備ですね、そういった準備がある程度できた方がやっぱりいいかなというふうに思います、というような、形になりますね。はい、なので、まあ、一つここで覚えておいてもらいたいのは、まあ、留学フェアとか、よくありますけれども、まあ、ブース回る形はいいですね、身元を明かさずにいろいろフランクに聞くことができるのでいいんですが、個別相談になった場合、自分の身元をこうしっかり明かした上でディスカッションするといった場合ですね、スクールアドミッションとある程度準備をしておかないと悪い印象を持たれるというところ、そこを気をつけましょうというような、お話です。はい、今回もですね、最後まで、見ていただきましてありがとうございました。